はいどうもこんにちは、虫博士のちょびひげです。さあ今日もですね、虫のあれやこれや面白いところをフォーカスしていきたいと思いますよ。題して虫博士ちょびひげの生き物って面白い春爛漫。新兵器を登場させます。これ見てください。生き物って面白いということでね、やっていきたいと思います。春といえば皆さんこの花が思い浮かぶんじゃないでしょうか。ということで今日のテーマはですね、こちら桜ということでやっていきたいと思いますけれども、なんで桜、これ虫チャンネルじゃないのっていうふうに思った人も多いと思いますけどね、実は桜は虫ととっても関係の深い花なんですね。この桜の奥を見てみると同じように春を感じていながら緑に染まっている木がありますよね。あれは葉っぱから先に出してるんですね。つまり桜と他の木の違いは桜は花から咲くということなんですね。なぜじゃあ花から咲くのかというと、それはズバリ虫のためなんですね。3月6日が啓蟄という虫がねごめいて出てくる日と言われてるんですけれども、その虫たちのご馳走をいち早く提供しようと咲いてくれてるのが桜なんです。ご馳走をですね味わいに来ている虫たちを今日は観察してみましょう。それでは行ってみましょう。さあ、どういないかな虫。飛んでる。あー無理か、無理でしたね。行っちゃいました、上空に。なかなか難しいですね、撮るのね。よし、こうしましょう。新兵器を登場させます。新兵器取ってきますね。じゃじゃん、新兵器はじゃーん、網ですね。カメラが近寄る前に網で捕まえてしまおうということで、早速行ってみたいと思いますね。さあどうでしょうか。行きましたよ。よっしゃ、オッケー。これ見てください。ビロードツリアブというアブの仲間ですね。ビロードというのは体がねモフモフしてるの分かります。これね気持ちよさそうですね。そしてツリアブっていうのはですね、飛ぶのにブーンって飛び回らないんですよ。ブーンってこう止まって空中でブーンって言って、またブーンって言って止まって空中でいるんですね。それがねまるで見えない糸で釣ってるみたいだっていうことで、そういう名前がありますね。ビロード釣り屋ね、口の先でこれでですね桜の蜜を吸いに来てるところを見事ゲットしましたね。こんな虫も桜が蜜を用意してくれたおかげで生きられるということなんですね。よいしょ、すごい歯音ですねこれね。いい音させてる、元気いっぱい。でちょっとこれじゃ見にくいので虫かごに移してみましょうかね。虫かごに、じゃあ、よいしょ、よしよしよし、入りましたね。取れましたね。やっぱ取った瞬間って嬉しいですよね。これ見てくださいね、元気いいですね。おお、顔出してる。マルハナバチの仲間でございます。これは多分見たところメスかな。このマルハナバチはですね、春早くに出てくるハチなので、なんかこう食べ物がないと困っちゃうんですね。それを桜がね蜜を提供してくれてすごく助かってる虫なんですね。でもこのマルハナバチ、ただ蜜をもらってるだけかっていうとそうじゃなくて、実
実はですね、その代わりに桜の花粉を運んであげてるんですね。で、虫っていうのはとても好き嫌いが激しいので、この桜の蜜が美味しいなと思ったらね、また同じ桜の花に行ってくれるんですね。そういう風にして同じ種類の花に行くことによって花粉を確実に運んでくれる。そうやって確実にですね、花粉を運んでくれると実がなるわけですよ。桜の実って何ですか？そうです、桜んぼです。甘い実が1ヶ月後ぐらいに食べられますけども、そういう風にして実は虫がいないと桜も実がならないんです。そういう植物はたくさんあります。みんなが食べてる食べ物、イチゴ、リンゴ、みんな虫たちの力を借りて実を作ってるんですね。虫と花っていうのは助け合ってきてる、そういう関係が見られるわけです。今度ね、お花見に行く機会があったらぜひ桜だけじゃなくて桜に来る虫たちも見てほしいなというふうに思います。花や虫たちの助け合い、人間も見習って助け合っていきたいですね。だから生き物ってもう面白い。虫の命の儚さを思いやると涙が出る。そして人の命だって。